東日本大震災復興宝くじは2011年に発生した東日本大震災の被災11自治体が発売元となって同年に日本全国で発売された宝くじである。7月30日から11日間発売され収益金の全額を被災地の復興対策事業に充てられる。なおこのほか、東京都が発売した。 東日本大震災復興東京都宝くじ、支援するための共産くじ、東日本大震災復興支援、グリーンジャンボ宝くじも発売された。震災復興支援を目的とした復興宝くじとしては、1995年の阪神・淡路大震災、2004年の新潟県中越地震の復興くじが過去に発売されており、このくじが3例目である。 日本全国で発売された宝くじであるが、全国自治を目的としたくじではないため、正式名称は、大 XXX 界全国自治宝くじではない。また、発売元こそ、東北、関東地方を中心とした自治体ではあるものの、ブロック自治の目的でもないため、大法 X 界関東、中部、東北自治宝くじとはならない。したがって表題通り、 東日本大震災復興宝くじが正しい表記である。発売元の一時地帯である福島県の出身であり、同時期に宝くじのイメージキャラクターを務めていた西田敏行が新聞、テレビ CM 等の広告媒体に出演した。ありがとうございます。